じゃあ行きましょう、裏まで行きましょう。はい、そこなしで頑張ってきて。はい、よろしく。よいっす。はい、よろしく。よいっす。よいしょ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 。いや、マジで最後だな。なあ。なあ、決まってる分、こう、急にすることないんで。いや、余裕でしょ、もう。ナチュラルな感じ。ステージ乗ってんだから、足がちょっと震えてる。やるときやるっしょ。キャビ飛んだらごめんね。お前言うぞ。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お酒よく飲んだりするんですか？お酒はよく飲みます、はい、外で家でそうなんですよ。外多いですね、最近は。家も多いですけど、家はもう毎日飲んでます。どのぐらい酒飲むんですか？いや、でも言ってもそんなにガバガバ飲んだりはしないですね。これこのもう忘れられない忘れられない弾いてみましょうか。弾いてみましょうか。弾いてみますか。いいですか。早速いいですか。早速これでいいですか。久しぶりの。1本しか持ってないんですけど。そうですね、この間買ったっていうやつが。はい、なんか今まではこうレンタルしてたんですよ。はいはいはい。
それでやっぱ自分の一本欲しいなと思って、で普通の新しいやつを買おうとしたんですけど、やっぱヴィンテージをこう試してもらってっていうか試させてもらって、やっぱりいいなって思って。あ、初めて買ったギターって何なんですか？買ったギターはホライズンっていうエレキだったんですけど、グラスルーツから出てるやつなんですけど、それが初めて買ったギター、黒いギターですね。それはいくつぐらいですか？あれはいつだろう、高校生の時ですね。親に買ってもらって。家で曲作ってるっていうか、ギター弾いてる時とか飲みますね。なんかすげえ楽しくなるんですよ、ギター弾いてることが。酔っ払ってるとそういう時弾いてるギターが一番気持ちいいかもしれないですね。誰かに教わったりしてるんですか最初？いや、誰にも教わってないですね。なんか友達と一緒にこう好きなバンドのビデオとか見たりして、それでもうほとんど独学っていうんですか、独学っていうのかな、スコア見たりして、これどうやって弾けばいいんだろうみたいな感じで、こうじゃないこうじゃないみたいな。その頃プロになると思ってました？その頃の方が思ってましたね逆にその頃の方が簡単にプロになれるんじゃないかみたいな感じはあったんですけど、やればやるほどどんどん遠のいていきましたね、プロの道が。そのプロになってね、夢叶ってるわけですね。いや、まだまだ全然叶ってないです。まだプロだという自覚してる部分もあるんですけど、まだ自分はまだまだそんなんじゃないなっていう部分もあるし、難しいですね。結構あのライブの時もファンからいっぱいお酒が届いてたんで。いただきますね。かなり飲んでますねライブ前か、かなりっていうかちょろっと。でも最近飲んでなかったですね、ライブ前に。よし、なんか酒がいっぱい来てる。本当ですか？酒来るんですか？来ますね、来るところは。シャンパンは飲まないです。なんで？シャンパンもらっても祝いの酒だからライブ前には飲まないです、終わってから。じゃあ今日はワインにしようかな。じゃあ今日これいただきます人として、これだけは絶対譲れない、こだわってるっていうことって、まあ、音的なことというのがいいんだけど、なんていうんですかね、常にもう一人の自分がいる感じでギタリストって言いたいことですね。なんていうんだろう、もう一つの観点を持ってたいっていうか、冷静になれる自分もいないと俺の場合ダメだ。そのプレイ中もどっかでそういう意識があったりもするんですか？ライブに関しても、その曲作り音作りに関しても、そのメンバーとのやり取りに関しても、やっぱどっかもう一人自分がいて待てよって、こうなん、もう一人自分がいるっていうか、相手の気持ちになって考えたら、あ、こうだろうなとか、なんか一つ答えを出すのにすごい時間かかるんですよ、この前。俺はこう思うんだけど、これをバッて言っちゃうとまたなんか違うだろうなみたいな、向こうがこう思ってるんだったらもうこういう答えもあるんじゃないかなみたいな感じで、でもそういうスタイルで今まで作り上げてきたし、そうでいたいかなと思うんですよ。そういうスタイルで追求してきたんですか？そうですね、遠回りなんですけど、すぐ答えが出ない考え方なんですけどでもそれが一番自分にとっては納得できるやり方なのかなと思って、音作りに関しても
これでいいのかってすげえ疑ったりするような感じなので、すげえいいなと思っても、もっといい音あるんじゃないかとか思ったりとか。今もまだわからないんですけど、でもギターが何なのかっていう答えは見つからないんですけど、でも少なくともこの俺の人生を変えた楽器ですかね、俺がわかることは。少なくとも楽器に人生変えられるとは思ってなかったです。すごいもんですよ、すごい楽器です飛び移ります。こっから客席。今あと2本で、まあ、あと2本かと思うんだけども、こう69本やってきたと思うとちょっとゾッとする。もし明日から69本のあ71本のツアーが始まるとなったら多分ちびるぐらい過酷過酷でしたね。ただここに座る人は俺と同じ椅子C-6-61番。ゆうたくんが座った椅子に座る。座った椅子。あれね、でもいつか落とすと思うんですよね。怪我とかしちゃう可能性あるんだけど。大丈夫ですか？怪我はね、実際山形でも額をちょっと切っちゃったんですけど、まあ面白かったっていうか、それで人話題を呼んだなら、それもライブのうちっていうかパフォーマンスのうちっていうか、別にわざとこけたわけじゃないんだけど、でも俺はとにかくよくこけますね。今回のツアーで3回こけましたね。本番中で、2回がリンダの時、最後に回るところでこけて、で1回はこの間山形でドラム台に登ろうとしたらそのまま派手につまずいた。え、怪我は大丈夫ですか？いや、なんかベースで頭を打ったっぽくて、でとりあえず1曲やってる時に気づきましたね、血が出てることに。前の子がこうやってるから、なんで見てないのかなと思って。
で横で葵さんがおでこに水着して触った。離脱しちゃいけないっていうか、例えば機材の音が出なくても離脱しちゃいけないけどは、やっぱしリズムを引っ張ってく人間としてはその使命感に燃えなきゃいけないとか、ライブとかだとなんか引っ張っていかなきゃいけないっていうか、まあ、ドラムが基準となって、それは次に引っ張っていくのはベースっていうか、まあ、常にみんなを乗せていかなきゃいけないっていうか、いいリズムでギターボーカルを乗せてオーディエンスを乗せてとか、こう常に乗せてたいんですよ。普段の生活の中でもこう周りを乗せてたい、笑かすとか新たな話題を提供するとか、常に押してたいですね。ベースに向いてるなと思うのは、ギターとかがよくエフェクト足元で変えるじゃないですか。俺にはできない、俺には無理。そのいろんな音を使い分けて曲中に切り替えるとか、それも俺にはできないんですよ。もうこの音で2時間半なら2時間半やり続けたい。そしたらもうベースしかないですね。俺はとにかく前日にすぐ出れる準備をしておくっていうか、まあ、次の日の着替えをもう枕の横に置いといて、起きたらすぐ着替えて出れるようになるっていう。それツアーじゃない時もやるんですか？いや、ツアーじゃない時はやんないです。これで今日9時半入りだったわけですよ。で、明日はもう1時間ぐらい早いみたいなので、8時半入りってことは7時半ぐらいに家を出なきゃいけないみたいな。着替えを用意して、着替えを用意してロックバンドが早起きかっていうね。これね、頑固、多分周りからは頑固って言われるんですけど、頑固というか思い込んだらそれ以外考えつかないっていうか、まあ、多分頑固ってことなんだけど、頭が硬い、あんま柔軟な考えができないっていうか、そっからなんかちょっとつながってると思うんですけど、まあ、でもおかげさまでレータというこの見た目だったり中身だったり、まあ、そのおかげで今確立されてるのかなっていうのは、俺はもうレータといえばこれだと思ってるから、それはガゼットのレータとしている以上一生変わんないような気がするし、最初いろいろやってたんですよね。こう一時期右目しか出てなかった時とか、まあ、ガゼットになる前だけども、なんかそっちの方が自分じゃないっていうか、なんて言うんだろう、普段の自分だったら多分ステージに立てないと思うんですよね。そのスイッチがこれっていうか、
でだから一時こう右目だけとか片目とこことかいろいろやってたんですけど、気づいたらだんだん剥がれてきて、でもその余韻は残ってるっていう。いつか全部剥がれるやつですか。それはどうなんですかね、分かんないですね。それはね、神のみぞ知る。1年にも渡ったスタクラベシのツアーが終わったところですが、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。正直もう今の感想、うん、率直な感想をどうした1年長いツアー。いやもう実際もう長かったなっていうのが一番に来るし、うん、でもすごい楽しかった。いろんなとこ行けて、いろんな土地でライブができて楽しかったですね。もう代々木終わってもかれこれ1ヶ月以上経ちましたけど、はいはい、何してたんですか。何してたんですかね。曲作りですよね。もうすぐ始めた感じですか、終わってから。そうですね。でもこのオフで曲を作らねばみたいな、間に合いませんぜみたいな。それはアルバムですか、シングルですか。シングルですね。どうやってその曲作り始めたんですか。とりあえず瞑想まあこうツアーの長いツアーの後遺症というか疲れがあったと思うんですけど。そうですね。あのもう気持ちがライブだったから、その音楽を作るっていうモードでもあんまりなかったし、なんかちょっとやっと終わったなみたいな。もしかしてさっき鳴らしてたのってその一部だったりとかですよね。そうですね。もうでもあれもできたのも全然後半で、もう選曲会間近みたいなところでできた。他のメンバーも各自作って持ち寄るってことなんですか。そうです。あのうちは全員が曲を作るスタイルなんですよ。単純に5曲出てくるってことですね。最初ミニマムで、ミニマムで5曲は絶対ある。まあ、実際5曲じゃないんですよ。1人 2,3 曲とか作ってくるから。そうですね。あの会議を開いて、こうコンポを机の上に置いて、さあやりますかと、恒例の選曲会をこう各自メモしていくわけですよ。この曲はとか評論家みたいな。全部が使えればアルバム作って、さあ次のシングルもいきますかみたいな量はあるんですけど、まあまあ世の中そんなうまくないと。じゃあまあぶっちゃけその世の中に CD 化されたり、うん、そのちゃんとしたレコーディングされてない曲ってのはまあいっぱいあると。いっぱいありますよ。もういっぱいありますよ。うん。俺は消していくんですよ。その出来上がった曲で採用されなかったものは消してって。けどウルハはずっと貯めとくんですよ。だからもうすごい曲があるらしいですよ今。やっぱりソロができちゃうみたいな。ドラムの音とかベースの音とかギターの音とかいろいろ入ってますけど、はいはいはい、何から入れるんですか。何でまず全体っていうか、あの曲考えるんですか。まずギターですね。やっぱギター。はい、ギターをさっき撮ったみたいにちょろっと撮ってって、はいはいはい、そこにドラムを
乗っけると。なるほど。ドラムをバスバス打ち込んでいくんです。こういうのをこうパスパスと。はあ、はあ、あ、ドラム叩いてとかが光ったんですね。そうですそうです。こう、スネアだったらスネアが光って、はいはい、みたいな。バスドラがこう光って、みたいな、はいはい、っていうのを打ち込んでいくと、こういうドラムがなるわけですよ。どういう時、まあ今回は作んなきゃっていうそのノルマというかっていうタイミングだったんでやったと思うんですけど、うん、普段別にそういうノルマとかがないタイミングでその曲作ったりとかってことあるんですか？はいはい、ありますあります。あのツアー中とかノートを持ち歩いてるから、ノートパソコンをそこにこうちょっとしたフレーズだったりとかを貯めてって、それを家に帰ってきたらこっちのパソコンで起こしていくっていう、まあ、物になれば曲になるし、ならなければ消えていくそういう繰り返し。さっきの流れたやつも大元のフレーズはツアー中に取りためてたやつだし。あ、この間終わったツアー中に。そうですそうですそうです。ツアー中にホテルに楽器持って帰るんですか？俺持って帰りますよ。ギター1本ですね。散々2時間3時間ライブやって疲れて帰って、でもギター触ることがあるんですか？ありますあります。曲が浮かんだらすぐレック一日集中してるときは何時間ぐらいこれやってるんですか？普通にみんなが出勤して帰る時間ぐらいまでやってますね。飯も食わずに。うん、なんかギターも奥にいっぱいありますけど、はい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 、今使ってるのその手前に置いてあるやつなんですか？これですね。これナビゲーターのレスポールモデルですね。今そのいっぱいギター奥にありますけど、はい、それを選んだらなんかこだわりみたいなのがあるんですかね、はい、今回、まあ、今回の曲。例えばこれだとこういうアームがついてて、はい、ライブでよくやってますね。そうですそうです。ライブでよくやるやつはこういうのじゃないとできないんで。あ、向こうついてないですね。そうですそうです。こっちはもう全然普通のやつなんで、そういうので変えたりとかはしますね。レコーディングでも実際は違うギターを2本使ってたりとかするし、まあ、曲作るときって曲を作るときはやっぱり自分の意見が一番大きいんですけど、プリプロっていう作業になったら、まあ、自分でできることをして、まあ、みんなの役に立てばいいじゃないですか。でも俺多分ここしかできないから、ガゼットっていうものに対してそのステージプランとかもやっぱりみんなで話すけど、やっぱりこう大元はやっぱりルキーが持ってくることも多いし、あいつは常にそういうのも考えてるし、でどんだけサポートできるか、自分の仕事って何なのかなと考えた時っていうのは、やっぱりこういうのをやりやすい環境を作るっていうの方が俺はやりやすいかなと思ってやる。例えばさっき言ってたあのコンペで、うん、例えばルキ君の曲が決定しました、うん、でそれのそのプリプロ作業も青木くんがやるってことですか？そうですね、みんな一応持って帰ってやるんですけど、やっぱり一番はこうドラムの音が本番に近いようにしてあげるところから始めないとちょっとやりにくいだろうな。音もまず決まってこないだろうし、各メンバー最終的にこういう感じですよっていう設計図を作ると。プリプロってそういう作業だから、うん、単純になんか好きな音でやってきたら最終的な形が全然違うものになると思います。だからここでちゃんとやりたいなっていう。でここで設計図をちゃんと作るから、レコーディングでみんなが、うん、まあ、参考になるというか、そうですね、やりやすいってことです。一つのラインがあるからやっぱり音も決めやすいだろうし、で、あってほしいなと思ってます。
繋げるところは繋げちゃっていい。こういう感じで。いつも通り。じゃあ途中までにするわ、うん、マキシマムのコーラスだけチェックする。あのグレンの特攻も見ておきたいんですよ。だったらそういうのまとめてこの間まとめてやっちゃう。大阪城ちなみにストロゴのあれになるとガゼットのやつロゴって消えたりメンバーがあ消えますかね。ロゴをバッバッってやるとシルエットが消えます。消えます。消えちゃいます。あ、よかったよかった。それをしないんだったらこの映像の方でこうやんないといけないのかな。あ、それはない。あ、じゃあ消えるんであれば出しとくに。ロジは出しっぱなしじゃないと。で、中身作ってメンバーがまだ欲しいなと思っても消えちゃったりしたらどうかな。まあでもうちらはあの定位置に着いたらいつでも行けるっていう準備はしておくんだ。グレンの特攻で曲に合わせて リハ前だから同時にやっといてもらうと、リハ前に見てで、あ、こういうふうに、まあ、一発だけだけどこういうふうに照明回して CD 流して CD 流してで、まあリハはその後で始める。まあ、あの要は、ジョーボールで照明チェックしたりとか、うん、あのぐらいの時間、あそこの時間帯了解でやる。了解。ただ、ちょっとステージ来てもらっていい？今、大丈夫かな？大丈夫です。私、行こうかな。きついね。ちょっと、イチローさんに。ナイス。今、考えてるのは、ナチュラル、ナチュラル、ナチュラルって言って、あ、ごめん、黒、はい、ここは黒に行って、はい、頭から、はい、頭から黒に行って、こっからナチュラルにしよう。あ、で、ここナチュラル、ナチュラルで、頭3曲だけちょっと黒で、それ以外ちょっと今日ナチュラルだけど、はい、それで今日やってみて、2日目、はい、2日目やりづらいとかがあったら、はい、まあ、全部ナチュラルで見る。後ろちょっと下げてくんない？はい。でもだって要はさ映像チーム的にやっぱり見ておきたいっていう話だから、もし何かあった時に例えばちょっと暗すぎるとかちょっと明るすぎるとかそういうのがあった場合に直すのは今日中心しか直せないじゃん。だからそれはメンバーとしても見ておきたいし映像チーム的にもやっぱり 見ておきたい。なるほど。だ照明合わせては明日でいいから、あ、映像は見たいと。映像は見たい。映像は見ておきたい。グレンのギターが一緒なんですよ。一緒なんですけど、じゃあグレンをもっと前にすればいい。あ、それもいいっすね。とにかく話したいってグレンの。そうですね。なるほど。じゃあそうしよう。虚無前にグレンを持ってきて、うん、でなおかつ、でなおかつできればカシスとベフレを変えるぐらいにしたいんですよね。あー、なるほど。もう全然ここでここだったら虚無、千鶴、マキシマム、カシス、あ、虚無、千鶴、マキシマム、ベフレ、カシス、はい、それ大丈夫ですか。大丈夫です。そこ、それですいません。ここだって時に押してすぐ入れるようにしてた方がいいか。そうそうそう。だからカッカッカッとるるたたんに決めちゃった方がなんかいいような気もするけど、どっちか分かんないんだったら、じゃあクリックは作っといてよ。クリックじゃあ短くするって言ったとして、明日だよ、明日。今日は MC やったら大丈夫。そういうところ抜けてるからさ。大丈夫。特攻以外は大丈夫。え、そんなに見ないですか、この歩き回る人って。いないですか。いないですか。いるでしょ。いろいろ確認しに、こう、あっち行ったり、こっち行ったり。しないんだ。
すごい精力的に動くよね。いや俺じっとしてらんないタイプなんだ。いつもあのマネージャーの小賀ちゃんにはどこにいるかわからないけど。どこにいるかわからない。だから俺専用のトランシーバーを用意した方がいいんじゃないかね。話が。普段リラックスしてる時とリラックスしてる時と仕事の時とモードが変わる。俺なんかよく言われるのが、特にヘアメイクの女の子とかによく言われるのが、結構こうファンの子から見ると笑ってる顔がよく見るみたいな。まあまあこう よく笑顔のイメージがあるって言うんですけど、逆に 裏方の人だとしかめっ面してるイメージがあるって言うんですよね。俺それ初めて言われて、このツアー中どっかでヘアメイクの女の子に、カイさんって意外としかめっ面してますよねよくみたいな言われて、なんでだろうってやっぱ考え事してるからなんですかね多分。いや結構モードが違うなと思ってるんですよ。いやちょっと好きじゃないんですけどね、自分でもあんまりそのしかめっ面してる自分っていうのはあんまり好きじゃないんですけど、考え事してる自分っていうのはあんまり好きじゃないんですけど、もっとこう他のメンバーって結構こうラフというか、もっとこう大胆にこう考えてる、いい意味でこう大胆に考えてるから、すごくそうなりたいんですよ俺も。そうなりたいんだけど、慣れない自分がいるんですよね。もういろいろこうだから確認事一つ何をするにも結構こうみんなのためにやるっていうんじゃなくて、結構自分自身のためにやってたりとか、結構そういうことが多かったりしますね。でもそのメンバー代表しての責任感みたいなものもどっかにある。いや代表してあんまりそう考えてやりたくないっていうのもあるんですけどね。ただまとめてあげたいっていうなんか変な気持ちは若干ありますけど、スタッフって概念がないんですよね。やっぱりこうメンバー同じメンバーっていう考え方で、俺以外もみんなそうだし、その他のメンバーもみんな絶対にスタッフっていうつもりで、あの人はスタッフだからっていうつもりでやってない、やっぱり一緒に作り上げていくっていうものがあるから、逆にやっぱもう向こうもやっぱ言ってみればアーティストなんだよ。照明にしろ楽器さんでもそうだし、音にしてもそうだし、俺だったら俺はもっとこういう風にした方がいいと思うんだよねっていう意見が出てくるっていうのは、こうやっぱりこう俺らメンバーだけじゃなくて、だから俺らがこういう風にやりたいんですって言ったものに対して、でもこうなるとこうなるから俺だったらこうした方がいいよっていう、した方がいいと思うよっていう意見が出てくるっていうのは俺はすごく嬉しい。それだけ一緒にガゼットっていうバンドのことを考えてくれるっていうことだから、そういった意味で俺はやっぱり確認ということもあるけど、それよりもコミュニケーションを取っていきたい。これだけ長いツアーだとね、やっぱりみんなで回ってきたツアーだったから、ファンだけじゃなくてやっぱこう彼を支えてくれてるやっぱスタッフだったり人たちのおかげだから、みんなで最高のファイナルで迎えたいなと思います。あれ、富士山のバンド一人増えてる。音はエンディングからいきます。グレンのエンディングからいきます。はい、いや、照明準備大丈夫ですか。どうぞ。はい、こっちも大丈夫ですね。はい、じゃあ平岡さん音お願いします。はい、これが本当は8発あります。マイツラに8発あります。SE、まず SE がちょっと早めに俺出る、だいぶ早めに。あれそうだ、あれさ、会場の時見えてないでしょ。見えてないでしょ。見えてるっしょ。いや、見切れてるっすね。でもこっちから客席見えるんだから。若干見えるらしい。いや、行く時は本当はここに幕があるんだ。今幕なかったじゃん。あ、そうなんだ。あれ本当は幕がある。
一応余裕を見て相当余裕見ないと相当余裕、まあ、遅いよりは早い方がいいね。すげえ走ったもん。そっちの最悪はもうルーさんが、ま、ルキが間に合わないって。そうそうそう、まあ、そしたらもうドラム、まあ、ドラムの時に出てくるしかない。ちょっとそれで行くわ。ちょっと早めに行きます。で、実は終了しまして、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。どんな感想ですか？まあ1ヶ月ぐらい経ちましたけど。1ヶ月ぐらい経ってですか？いやでもそのやった時の V とかを見てなんすかね、ちょっともう今モードが違う方にあれなってるからあれですけど、逆にやっぱいろいろやりたいことが増えたかなって感じしましたよね。結構今回のツアータイトルで何回かに分かれてるじゃないですか、はいはいはい、あれってモチベーションとかなんかってどうなんですか？あ、でも結構その一個一個に対して結構テーマ変えてた、多分個人個人でも多分違うと思うんですけど、結構違う気持ちでやってたりはしましたね。そう、実際曲とかって、最初の方のやつとセットリスト的に違ったりとかするんですか？セットリストはそうですね、違いますね。違ったりとか、ちょっと照明で雰囲気変えたりとかもあったし、ステージングで変えたりもあったんですけど。ツアー中、まあ特になんかルッ君がアートワークしたというか舞台だったり衣装だったり、なんかそういうのってあるんですか？なんかこう、目が痛い、こう今まで例えばこのツアーの03とかからこういうああいう未来的なというかああいう風になったんですけど、見た感じの目の痛さっていうんですか、こうなんか結構あんまりないようなやつだったりとか、こうあんまりガゼットのイメージにないようなのをやって、こう今あるやってきたツアーの曲のイメージをちょっとさらにまた壊したくて、で結構なんかこう真逆の方向に向かってったんですよね。01とかは結構もうちょっと荒々しい感じっていうか、赤と黒をメインにしたようなステージで、でまあそれも02とか01.5 とかもやっぱりどっちかというとまだシンプルな方だったんですけど、あんまりセットを組むっていうステージはうちやってなくて、でたまにはこうあってもいいのかなっていうことで結構スピーカーとか上に吊ってみたりとかっていうのをやってましたけどね。近未来な空間みたいなコンセプトってのはなんかインスパイアされたものってあるんですか？とりあえず白い世界っていうか、白なんだけどこうポップな白の世界じゃなくて、もうちょっと、タイルづくめというか、もうちょっとこう冷たい白のステージにしたくて、で多分そこからこういろいろ発想を変えてって、なんか最初はもうこうネオン感がずっとついててクラブっぽいイメージだったりっていう風にしてみたりとか、あと白だとすごい色が入るじゃないですか、だから結構もうトランス映像ぐらいこう目がチカチカするようなそんなステージにしようかなと思って。
生活とかにおいて、なんか何からインスパイアされたりとか、何をなんか参考にしたりとか、まあ、例えばなんか写真集買いに行くとかわかんないですけど、そういうのってなんかあります？具体的に結構いろいろなんですよ、まあ、でも写真もありますね。でも写真集とかも結構また最近買ってて、絵とか、とりあえず絵とか好きなんですけど、なんかでもとりあえずモノトーンがやっぱ好きで、白黒の写真とかも好きなんですけど、なんかすごいカラーのページよりなんかものすごく高級感があるイメージがあるんですよ、白黒って。多分そういうところからだんだんガゼットのイメージで今やったらいいのかなっていうところにつながってたりするんですけど、だからどう見せたらこうガゼットの音楽とリンクしてかっこいいものになるのかなっていう、結構客観的に見たりして。今回の、 あの代々木のオープニング の、 あのダシエザントじゃないですか、はいはい、MC に乗ってるやつ、はいはい、あれもまあモノクロだったんだけど、そうですね、なんかあれのなんかコンセプトみたいなのなんか説明してもらっていいですか？あれ JFK だったんですけど、ずっとこうそのリピーテッドカウントレスエラーっていう、またこうなんですか、過ちが繰り返されるっていう、そういうのと、なんかこういつでもこう誰かに狙われてるっていう状態がこの JFK の映画のそのワンシーンっていうか、あれじゃないですか、こうケネディがこう乗ってる車がこうバッて入ってるところのすごい画像が荒いところの場面に合うなって自分の中で思ってて、でそれで作ってもらう時にああいうイメージでっていう、だからいつもなんかこう5人がそこの場所にいて、一番俺自分がファンとして見てたらかっこいい方法っていうんですか、それをいつも考えていますよね。ガゼットとしてのそのビジュアル担当的にはやっぱルキ君がメインにやってるって感じなんですよね。でも結構好きで言ってるところもあるんですけど、なんか昔っからなんですけど、ガゼットになる前からでもそうなんですけど、なんかそういうのを考えるのが好きで、でも結構それを嫌がらず結構いいって言ってくれてるメンバーなんで、ちょっとわがまま言ったりはするんですけど、やってますよね。ルケ自体どの辺まで担当するんですか？そのジャケ写だ、ビジュアルっていうとジャケ写だったり PV の内容だったりツアーのその舞台だったりとか、具体的にどんなことまでやるんですか、ルケ君が？ジャケ写に関しては自分で作らないですけど、そのデザイナーさんと話して最後までその色こう終わって、もうこれフィックスだよっていうところまでは絶対いますね。あのもう CD にかかる全てのクレジットと歌詞と帯、その貼るシールだったりかな、あとパッケージの袋あるじゃないですか、もう全部。ちなみに CD 以外だと、あとなんかルックが関わってるデザインワークというかコンセプトワークみたいなのって、とグッズですかね、ライブの物販で売ってる。そうですね、グッズ
グッズもあるし、ビラポスターだったりとかは。なんか自分でなんか主体とか書くんですか？いや、パソコンでこういう風な感じで言いますかね。ああ、そうやって今 T シャツ、T シャツとタンクトップと。そうですね。メンバーの気持ちを組んで、かつ刺激的で、かつやっぱ自分たちがやっぱ一番かっこいいと思えて、どこにも負けないっていう自信があるやつを常に出してはいきたいかなと思いますよね。